皆さんどうもこんにちは、ザキングでございます。本日の靴はこちらの靴になります。メンズの皆さんなら誰でもおなじみのワールド社が展開する竹尾菊池、1980年から続くブランドになるんですが、ちょうど私くらいの年齢のブランドになります。数あるブランドがクローズする中で常にスタンダードであり続ける理由は、信頼できる品質にあるのではないでしょうか。専業メーカーと違ってアパレルメーカーの良いところは、常に出会えるわけではないデザインとセールで安くなる見込みが高いことです。今買わないと出会えなくなってしまう。そんな出会いやすれ違いも魅力の一つです。靴の表面にもホコリはつきますが、なるべくコバの部分を重点的に刈り出しましょう。水みたいにシミになることはないと思いますが、色の薄い靴はリグロインやクリーナーをつけすぎないように注意しましょう。色落ちの原因になることがあります。これがこの靴のスピン状態ですね。非常にナチュラルでこのままでも良さそう。こういう色はやりすぎないくらいがいいと思います。ライトブラウンを塗っても良さそうなんですが、経年変化での色を楽しみたいので補色性のないニュートラルを塗ります。ただクレームのニュートラルは油分が多く、白いカスが浮いてくるのがちょっと残念。どんなに空拭きなどを入念に行っても、履いてから数日して出てくるのが何とも。ニュートラルは特にテクスチャーが固めなので伸びが良くないので、ブラッシングを入念に。
なかなかいいツヤになっておりますね。あまりツヤ感のない靴なんですが、ワックス前でも美しいニュアンスに。薄い色やニュートラルを使用して穴に詰まってしまうと結構目立ちますし、汚れの巣窟となってしまうのは嫌ですよね。ブタリアを使用している歯ブラシなどに少し水分をつけてかき出すようにくるくるします。カスでこすってしまうと傷になりやすいので注意。詰まりがどうしても取れないからといって楊枝などを使うのはやめておいた方がいいです。穴は思ったよりも浅いので用事が滑って表面を傷つける可能性があります。
回はこのような少し薄い仕上がりにナチュラルメイクのようなテイストも主張しすぎない感じでおすすめです。今回で5回目だったんですが、いかがでしたでしょうか。よろしければ感想などもぜひお願いします。靴磨きが上手なわけではないのですが、あまり紹介されない靴なども紹介していきますので、高評価とチャンネル登録もぜひお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。次の動画の革靴もお楽しみに。それでは。